はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、スナイデルビューティーとトムフォードビューティーのホリデーコレクションをレビューしていこうと思います。12月2日にスナイデルとトムフォードからホリデーコレクションが発売されたのでレビューしていきます。ホリデーコレクションレビューするのもこれで最後になりますので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。はい、では早速レビューしていきたいと思います。今回レビューするアイテムをご紹介していきます。スナイデルビューティーのフェイススタイリスト EX04 番。パッケージがこんな感じですね。くすみピンクが可愛らしい。つけるとアイシャドウが4色とチークのセットになってますね。くすみピンクがめちゃくちゃ可愛いパレットです。で、続いてはトムフォードビューティーアイ&チークパレット。トムフォードは今回は真っ白のパッケージですね。中央にアイシャドウ4色と左右にチークとハイライトのセットになってます。今回表面がですね、キルティング模様というか、いつもとちょっと違った感じの質感になってますね。これはこれで高級感があっていいと思います。箱も真っ白なんですけど、いつも付属で付くベロアポーチも付いてて、こちらも真っ白ですね。スナイデルの方はリップバームも一緒に発売されてますね。トムフォードの方は既存のリップの限定パッケージが2色とファンデーションのケース、フレグランスも発売されてます。どちらともこの時期限定品ですし、ご自身用でもいいし、クリスマスプレゼントとしてお渡ししても喜ばれるかなと思います。はい、では早速レビューしていきたいと思います。スナイデルビューティーフェイススタイリスト EX04 番。品のあるきらめきを添える淡いパールカラーと、目元を強調しながら瞳を深く見せるディファイニングカラー、じんわりと血色感を与えるチークカラーをセットしたパレットになってます。スナイデルの今回のホリデーコレクションは第3弾になるんですけど、第2弾の先月発売された時に6色のアイシャドウパレット発売されてるので、こっち固めにつけていって、もう片目に今回限定発売された方をつけていこうと思います。パケもね、少し違ってて、こっちが先月発売で、まあ、こっちが今月発売のものなんですけど、今月発売の方が深みのあるくすんだピンクになってますね。先月の方が明るいカラーです。左上の色をアイホール全体的に入れます。可愛くなりすぎないシュガーピンクで、光沢感がすごく綺麗です。真ん中の下の色を二重幅にのせてきます。色味出るのでブラシの方がいいのかなと思います。ミスティーピンクのカラーです。一番下の左の色を目の際に入れていきます。モーブブラウンのカラーになってます。下まぶた目尻の方にも入れます。アイホールに入れた色を下まぶたに入れてきますね。真ん中の中央の色を和紙楽の字に入れます。黒目の下にもちょっと重ねとこう。右目は今回の限定で、左目は先月発売された限定つけたんですけど、先月発売したやつの方が発色が濃ゆめかな、ピンクが強いです。今月発売した方はラメのきらめきが本当に綺麗です。発色は薄めだけどね。一緒にセットされてるチークつけてきます。あ、綺麗、すごくない？すごいツヤなんだけど、今カーテン全開にしてるんで、めちゃくちゃ光が入ってきてるっていうのもあるんですけど、めっちゃツヤが綺麗。ハイライトいらないね。今イントネーションおかしかったよ。ハイライトいらずのチークっていう感じかな。ツヤめきがすごい。これすごいよ、これやばくない？はい、完成しました。こんな感じです。リップはルナソルのプランプメローリップス EX16 番。コーラルピンクに偏光ラメが入った可愛いカラーです。よくない？とにかく可愛いので、これからクリスマスシーズンでデートメイクだったりとか、あとお友達と遊ぶ時とかにもぜひ使ってほしいっていうカラーですね。続いてトムフォードレビューしていきます。アイ&チークパレット、ブラウンとベージュを基調としたアイシャドウ4色とレッドチークと馴染みのいいハイライトのセットになってます。左上の色をアイホール全体的にのせますね。ラメが綺麗なブラウンゴールドって感じですね。右下の色目の際に入れます。マットな質感のブラウンですね。左下の色を目尻側に入れていきます。3分の1ぐらいですね。この流れでこの辺にも入れますね。これがアップ
みが入ったブラウンですね。左上の色を下まぶた全体的に入れますね。ハイライトカラーです。これもナチュラルなベージュカラーです。下まぶたに暗めの色入れてきます。右下の色ですね。チークつけてきますね。ほんのり赤みが出る感じかな。こんな感じ。ちょっと入れすぎたかもしれんけどハイライトをちょっと重ねますね。この色のせた方が立体感がより出るかな。うん、綺麗。はい、完成しました。え、いっちゃない。リップはスックモイスチャーリッチリップスティックの125番。これホリデーの限定カラーですね。赤みブラウンのカラーです。目元おとなしいんでリップちょっとはっきりめにしてみました。トムフォードにしてはめちゃくちゃナチュラルって感じです。チークもね、一体感とツヤ感があって綺麗ですね。今回いつもとちょっと質感が違うみたいで、オイルっぽい感じなんですよ。なんで手にのせた時はしっとりしたような質感なんですけど、いざお顔にのせるってなると結構発色が淡いかも。トムフォードにしては、私の中のイメージだとトムフォードってちょっとつけただけでバーってつくっていうイメージなんですけど、今回全然そんなことないですね。発色は抑えめですね。人によってはちょっとこの質感が使いづらいって感じる人もいるかもしれないです。こっちはもうどっちかって言ったら普段使いがめちゃくちゃしやすいっていう感じですね。これ1個である程度メイク完成しちゃうので、その点もすごくいいかなと思います。今回はスナイデルビューティーとトムフォードビューティーのホリデーコレクションをレビューしていきましたが、いかがだったでしょうか。どちらとも限定品なので気になった方ぜひ早めにチェックしてみてください。今月はですね、12月なんでベストコスメの動画だったりとか、あとご要望が多かったナイトルーティーンの動画も撮ろうと思ってるので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。この動画がいいなと思った方ぜひチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは本日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。